ジェフ・ベゾスといえば皆さん誰でもご存知のアマゾン・ドット・コムの CEO で今世界一のお金持ちですけれども、そのベゾスが日本時間で、今朝早く、突然ですねブログで、こういう記事、No Thank You Mr. Pecker っていう、これだけ読むと一瞬何のことかわからないんですけども、中身を読むとですね、ベゾスに当てて脅迫状を出した人物がいると。それが、アメリカのタブロイド紙ナショナルインクワイラーという、日本では、ほとんど知られてない、要するにそういう、下世話な記事を売り物にしている新聞なんですけどもそこで先月、ベゾスとその恋人の写真が出て、それが離婚のきっかけになったと言われているわけですけども、その写真を出したナショナルインクワイヤーがどうもこのベゾスの携帯というかね、日本で言うとその LINE みたいなね、ああいうメディアでその恋人と交わしてたメッセージを先月出してるわけですけども、今度はそのメッセージだけではなくて写真をね掲載するという脅迫状を出したという話なんですね。でこの写真がそのいわゆるベゾスの下半身の写真を含んでいると。これはまだもちろんこれには載ってないし、本当に存在するのかどうかは分かんないんだけども、こういうふうに彼が世界に向けて出したということは、いわゆる自撮りの写真ですよね。皆さんもやりますよね、携帯でこう自分の写真撮ると。そこまではいいんだけども、なんていうかな、そういうねヌード写真みたいなものを撮って恋人に送るということをどうも彼がやったみたいだと。で別にそのこと自体はね誰にも迷惑かけてないからいいんだけども、それを何者かが入手して彼を脅迫したということですね。でこの脅迫状は世界一の富豪を相手にしてるんだから金を要求してるのかと思うとそうじゃない。ここがもっと深刻なんですね。相手はそのタブロイド紙の経営者なんだけども、その経営者はトランプの周辺の人物で、トランプ大統領がそのポルノ女優と不倫関係にあったということ その口止めをしたということで FBI の捜査を受けてですね。で捜査を受けて司法取引に応じてるんですね。つまりもうやりましたということは認めた上で、自分の関係者がどういうことをやったかっていうのをFBI に、つまりなんていうか捜査当局にですねもう全部喋ったということになってるわけ。ところがこのベゾスの件はその中で言ってないらしいんですよ。でこの脅迫状の交換条件、つまりベゾスの写真とかメッセージを掲載しない代わりにこっちのタブロイド紙がそのベゾスのねをそういうふうに過去にいろんなものを出したのがトランプ政権のためにやったんだということを、もうこれ以上調べるなと書いてある。で調べるなというのは誰が調べるのかというと、これはここにはそう脅迫状には具体的に書いてないんだけど、明らかにワシントンポストなんですよ。だからちょっとね話非常にややこしいんだけど、簡単に言うとワシントンポストにもうこれ以上取材するなっていう脅迫状を出してるんですよ。でアマゾンはワシントンポストを買収して、もうベゾスが 100% の株主ですから、ベゾスがワシントンポストにそのもうこれ以上取材するなと言えばそれを聞かざるを得ないわけ。
しかし、まあ、そういうことだったらもう報道機関としては終わりですよね。でそれはベゾスとしては難しい判断を迫られたと思うけど、僕は立派だと思うのはそういう脅迫状を全部公開してるんですね、ここでこのブログで。そのこれはあの秘密の契約にしてくれと書いてあることまで含めて全部その脅しの内容を公開して、あのもちろん自分の写真のとこはあのないのがあの削除っていうかね隠してるんだけども、あとのその脅迫の文章を全部公開して、私はこういう脅迫には応じないよっていうことを言って、だからワシントンポストはいくら取材しても報道してもいいよということをまあ案に言ってるわけですね。そしてじゃあなんでこのベゾスにこういう脅迫が来たのかと、それは明らかに彼がワシントンポストを買収したからですよね。これはトランプがツイートでしょっちゅう言ってますよね。そのアマゾンワシントンポストとかね、要するにアマゾンの 手先になってトランプ政権をその、まあ、嫌がらせするために、ベゾスがワシントンポストに書かせてるんだというふうにトランプがいつも言っていて、でそのトランプの周辺の人物がこのナショナルインクワイラーの経営者なんですね。そしておそらくこのベゾスの恋人だった人のその女性の兄がどうもこういうねそのナショナルインクワイラーとかトランプの関係者らしいんですよ。でどうもそこから画像が流出した可能性があると。つまりこれはさっきの司法取引で全部喋りましたという話に違反するわけです。つまりこれ司法取引違反というのは非常に重要なあの犯罪になりますからね。このナショナルインクワイラーの発行元は逮捕される可能性がある、少なくとも捜査をもう一遍受ける可能性がある。それでこの脅迫状を出したんだろうと思われるわけですね。まだその辺ははっきりしないけれども、とにかくこれはトランプ大統領側が間接的にワシントンポストを脅迫して、そしてワシントンポストの経営者であるベゾスがそれを拒否したという、ある意味で非常にその報道機関にとっては重要なニュースだと思います。